ちょっと欲しいと思うけど。あ、俺が欲しい一番。じゃあ何でか教えてください。はい。はい、ワイユードットコムゆきと。ジャガバター。お前種類豊富だな、お前。ほんとに。ここにもあるぞ、見えてるぞ。隠してたの食べる。いや、やめときます。やめとく？もう水ないんで。うん。食わせんな。今回話す内容は、アプローチ7のリーク情報について話していきたいと思います。俺のは3。で、まあ、話す内容がアプローチ7についてと、モデルチェンジ説と、あと指紋認証はつくのか、チップについてと、サイズ、ディスプレイについて。で、あとカラーとか、どうなんの？何色出んの？とか。あとサイドボタンを廃止っていうのと、新たなヘルスケア機能追加と、発売日と値段について話していきます。絶対興味ねえ。うん。ちょっと欲しいと思ってる。あ、俺が欲しい一番。じゃあ何でか教えてください。はい。じゃあもう最初から言うと、まあ、アプローチシリーズ7のモデルチェンジということで、まあ画像こんな感じなんですけど、これコンセプト画像なんですけど。どうせ俺のここに映ってんでしょ。じゃあ何やってもバレないからいいや。あえて出す。おい。わかんないわかんない。いや、一応、形が変わったので、まあ、ミンチクオーさんとか、あの、アップルの、まあなんかリークとかしてる人がいるんですけど。やばいやつ？結構、そう、やばい人。で、新しい、まあ筐体デザイン。筐体って何？あ、まあ、形？簡単に言うと、カードウェアが変わるんじゃないかっていう。で、なんかデザインが変わってて。で、一応、なんかこういう iPhone 12のような角張ったデザインになるんじゃないかみたいな。っていう説もあります。一応これは、まああくまでも誰かがコンセプトで作ってる。これに関しては、まあ、デザインがこれになるとは限らないので、みんなでどうなるのか。で、今までそういえば、そう、このシリーズ3とか、どちらかというと、シリーズ3とかって、ほら、なんか iPhone 6みたいな、まあなんだろうな、丸みを帯びてる感じじゃないですか。うん。まあそれが iPhone 12同様で、まあ、角張ったデザインに変更されるのかっていうことで、個人的には角張ったデザインの方が、欲しいって思っちゃいました。へえ。丸いデザインも結構好きなんですけど、なんか今回に関してはこの角張った感じがいいなって思いました。止まんねえわ。もうここはスルーしていきます。俺も止まんないです。シリーズ6とかはまあ丸い感じ、まあ3とかと似て、この角張ったデザインが出るんだったら結構好きですね。じゃあ iPhone テール買えばいいじゃん。欲しいけど、あのカメラ出っ張ってんのちょっと今。ああ、欲を言うんだったらね。感じ？ああ、そう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 。なるほどね。個人的に12ミニ欲しいんですけど。なんで？ちっちゃくて軽いし、角張ってるから。日本人だな、ちっちゃいのが好きって。いや、なんかちっちゃいのに画面でかいじゃん。うん。あれにもう惹かれましたね。そんなサングラスかけたって。何が日本人じゃ。指紋認証。ほら、ウォッチ7に。つくんじゃないかって結構ずっと言われてて。つくとしたらどこにつくの？で、指紋のやり方が今有力なのが3つあって、1つ目が光学式指紋認証、その画面ディスプレイ。うん。ここのやつね。そう、特許がもう出てるんですけど。へぇ。で、これは iPhone 等で使われる指紋認証の方法なのですが、Apple Watch の小さいディスプレイに対応して作っていただけたらいいかな。でも難しいのかなって思います。iPhone でも使われる指紋認証の方法だけど、ディスプレイに入れるの結構セキュリティが弱まりやすいから。あとちっちゃいからとか。そう、ちっちゃいとか。場所によってなんかできないとか。確かに iPhone の方がでっかいもんね。これちっちゃいもんな。二つ目は、Apple Watch のデジタルクラウンっていう、くるくるダイヤル、時計のくるくるするやつみたいな。くるくる回すやつね。そう。今だったら AirPods Max もついてるやつ。あー。あれにもついてるんですけど、あれに、まあ、指紋認証がつけんじゃないかっていう特許も出てます。あくまで特許は、これ出るんですけども、まあ、採用しないっていうケースが結構ありますので、鵜呑みにしないように。特許、特許、特許。なんかどっか行けた。なんでデジタルクラウンに指紋認証なのみたいな。指紋取れんのこんなんで。ね。そう、一応なんか設定とかで、こう、音量上がんないようにみたいなのとかもあるんですよ。ロック中は、みたいな。設定がめんどくさくね。やってないからね。やりそうにない気がする、アップルさんは。で、もう一つ、iPad Air 4みたいなの。お、これかい？そう。iPad Air 4の指紋認証。その電源ボタンで指紋、ここにつけるようなところに、まあ、Apple Watch で、同じような感じで、つくるような。結構でかいんだよね、その指紋。Apple Watch用にサイズ変更されるのかね。こういうこと？サイドボタンって言うんだっけ？そう、サイドボタン。
これもこれであり。まああるんだったら個人的にはタッチ ID その横につくっていう説。あ、このサイドボタン説、ね、そう、サイドボタン。で、次にチップについてなんですけど、チップは S7 シップチップっていうことで、前回 S6 だったんですけど、名前が S7 っていうことで、新しくなんか出るたびに変わってくるの、数字が。そう、チップが変わる。まあこれは Apple が勝手に名前つけてるだけなんですけど、うん、そうなんだ。そう、で64ビットのデュアルコアプロセッサーっていう。あー、難しいね。そう、一応デュアルコアだったら、まあ2つの人員がいるみたいな感じで、優秀な人材が2人揃ってるみたいな感じですね。64ビットって何？そのビット数で、まあそのやれる範囲がでかいっていう。あ、64枚のビットコイン。まあまあ持ってんな。で、W3 に関しては Apple ワイヤレスチップということで、ワイヤレス充電対応のことで、まあそのワイヤレス充電するやつのあれなんですけど、うん、で、あとは U1 チップ、UWB とか言ったりするんですけど、まあワイドバンドみたいな、その超高帯域の無線通信のことで、一応なんか物を探したりとか、あとはなんかほら、AirPods でポンってやったらなんか出てくるみたいな。AirPods でポン？なんかさ、下に出てくんじゃん。あー、なんか接続するときのやつか。そうそうそう、うんうん、最近だったら、ホームポッドミニとか、うんうん、すぐなんかできるみたいな。そう、意外とね、なんか U1 チップに関しては公開しなかったりするんですよ、結構。今回の AirPods Max にも入ってるみたいな こともあって、隠されてるチップです。サイズについては 44mm と、まあ、40mm になるって言われてて、で、もしモデルチェンジがされる形であれば、まあ多少の大きさずれとかあると思うんですけど、まあ分厚さとかね。あ、まあなんかこの 44mm と 40mm はウォッチシリーズの6に値する感じなんですけど、うんうんうん、今のところ著名人のリーカーの情報で、まあサイズについて公表してる方はまあいないんですけど。ああ、じゃあまあ大きさ6で例えるのかだとってところなのかな。そうだね。で、ディスプレイについては Apple Watch 好きなら、まあそろそろマイクロ LED のディスプレイをつけてほしいみたいな人がいると思うんですけど、あんましよく分かってないわ。なんなのマイクロ LED だけ。うん、マイクロ LED っていうのは、まあいろいろ LED って種類がいっぱいあるんですけども。いっぱいあるね、テレビとか。そうそうそう、結構すごい、もう広いよね。うん、やばい。 OLED とか LCD とか もうマイクロ LED、ミニ LED、 まあいっぱいあるんですけど、簡単に言うと OLED と LCD のいいとこ取りみたいな。マイクロ LED ってとか。そうで、自分は解釈してるんですけど。じゃあ高そうじゃない。うん、多分高い、普通に高い。あ、そう。何が高いっていうか、コストがかかる。結構すごいことやってるんで。その何がすごいのかって言ったら、OLED って言ったら、自分の LED、まあ赤、緑、青とか、うん、なんかいろいろ LED って RGB とか言って、なんかいろいろあるんですよ。それが、まあ単体で光る。LCD の場合、バックライトで光らせてる。へぇー。自然発光ってわけじゃない。そう。自分たちで発光してる。自発光。そう、自発光みたいな。OLED は自発光してるから、なんかその黒とか光んないみたいな。だからすごい沈み、黒の沈みがいいとか、焼き付きがすごいとか。難しい、すごい、そこまで行くと。ごめんなさい。で、一応、そのマイクロ LED に関しては、その OLED みたいな感じで自発光して、みたいな。で、細かい。じゃあ、めっちゃ綺麗な映像ってこと？そう。お、いいやん。綺麗な映像が見れるんじゃないかって。最初からそう言ってくれればいいの？ごめんなさい。一応、なんかそういうのも言っといた方がいいのかなって。で、一応低消費電力なので、Apple が理想しているバッテリー接続を伸ばすんじゃないか、みたいな。子供言われてて。あー、なるほどね。持続時間的な。そう、ただ LED のコストがすげーかかるっていう。あ、でもちっちゃいからできることなのか、逆に言えば。そう、ちっちゃいからできると思う。でかいと逆に金かかる。だってテレビでえぐいでしょ。そう、テレビとかでマイクロ LED のテレビですってなったら相当やばいと思う。あー、やばそう、高そうね。もう密度がすごいみたいで、離れた方がいいよ。そりゃそうよ、密になってるから。LED は密です。カラーバリエーションについては、まあ、アプローチ6と同じようなバリエーションになるんじゃないかって言われてる。ほら、ブルーとか、レッドとか、なんかいろいろ出たじゃないですか。うん。ただ、なんか、ちょっとまた変えて、iPhone と同じようなカラーバリエーション。緑とか、最近出たと思うんですけど、AirPods Max も。グリーン。なるほどね。そう、結構いい色っすよね。iPad Air の緑ちょっと良かったな。ね。結構いいよね。うん。なんで緑かって言ったら、多分環境とかわかんないですけど、最近だと SDGs とかいう言葉も流行ってて、環境に考慮したような意識してますよみたいな企業が最近なんかやってるんですけど、2016か17年くらいから。アップルパークめっちゃ木とか植えとってるよね。そうそうそう、そういうので、あとソーラーパネルとかね、そういうのに貢献してますよっていうアピールにもなんのかはよくわかんないですけど、
まあ、いい色だよね。俺らもアピールしとく？こんなドライフラワー飾ってないで。いや、触れんな、触れんな。で、サイドボタンの廃止について。お前なくなっちゃうの？そう、なんか、先ほどなんか、セキュリティについてサイドボタンつくとか、いろいろ言ってたんですけど、まあなんかサイドボタン廃止っていう説もある。マジか。まあ何が言いたいのかって言ったら、もうボタンじゃなくて、なんだろう、指紋認証がそこについて。ああ。でもなんかこのくぼみみたいなのあれ。そう、くぼみみたいなのが。ワンちゃんここに指紋削ってない？そう、指紋か、もしくはタップティックエンジンみたいなの。なんだっけ、タップティックエンジンって。カチカチするんですよ。タップティックエンジン。かっこよくない？iPhone6 からある、まあ、振動させる感覚、偽物のボタンみたいな。これか、なんか電源ついてるときはカチカチ言うけど、そう、カチカチ止まるやつか。止まるみたいな。あぶね、支払うとこだった。まあそれがつくのかなとかって思いますけど。で、一応このコンセプトだとデジタルクラウンも見えねえっていう。で、ちょっとデジタルクラウンもなさそう、ない感じか。じゃあそう、まあ結構シンプルな感じのコンセプトも出てますね。うーん、そう、やっぱね、僕的にはやっぱ前半のね、角張ったデザインが好きですね。なんか普通にデザインが好きっていうだけなんですけど。で、もしくはタッチ ID とかそもそもなくて、フェイス ID とかね。逆に？逆に。どうなんですかね。いやー、どうなんだろう。でも今、いや、やりそうにはなさそうだけどね。今じゃなければいいんじゃない？今じゃない。いや、多分やんねえよ。やんない？やんなそう。ああ、そうなんだ。アップルグラスとか出て、うん、こっちで認証したやつを。じゃ、そのうち IID みたいな。そう、IID。IID。色彩網膜センサーで。やば。あったよね、サムスンで。そうなの？うん、なんか、目で認証するみたいな。目の色か。もうスパイ映画じゃん。で、新たな、まあ、ヘルスケア搭載ということで。うん。また俺痩せちゃう？彼、最初88だっけ？ 85、6、7ぐらい。85、6キロあったんですけど、まあ、そのヘルスケアのおかげで、使ってね、今何キロだっけ？今65ぐらいじゃない？ 65 キロ。結構使ってたで。あ、今日3万歩歩いてる。ああ、あれか。そう、あれっすね。あ、使ってたわ。そう。で、ああいうので把握できる機能なんですけども、まあ、まあ、血糖値とか、まあそういうのを測定とかの搭載をできるんじゃないかっていうのを、まあセベタップル.sk 氏による、まああれなんですけど、あとミンチーさんですね。ミンチー氏も言ってました。で、ちなみに、まあこのアップルは糖尿病とか高血圧の慢性疾患に関するモニタリングシステム等の特許はもう取ってるっていうね。やるな、しすぎだろ。結構すげえ。だってと特許取んのも結構お金かかりますからね。そやね。すげえ。使わないやん。そう、使わない機能もいっぱいあるね。果たしてこの機能が次に来るかどうかは、まだ読めないんですけど、ミンチーさんなら、もしかしたら来るかもしれねえぜって言ってます。まあ、アップルは医療関係に力入れてるのに、近い将来、まあ、実現するかもしれないねっていう。ああ、あの、プロダクトレッドとかもそういう感じ。そうそうそう。とか、あとは、フィットネスプラスとか、最近だと iPhone の、まあ米国だったら対応したんですけど、まあ健康意識が高いっていう、多分開発者が普通に、え、俺健康意識してるんですけどみたいな。結構なんか瞑想についてとかもなんか搭載したみたいな。なるほどね。すごいよな。で、瞑想したらインスピレーション受けるって感じ、うん、とかね。お、変わってるやついるよね、そういう。だいたいマリファナやってる。やってそうっすね。あんまこういうことは言えないです。やめ、隠さないと。それ違います。やめてください。で、まあ、発売日については今までの Apple Watch の発売時期が以下の図となっているんですけども、まあこんな感じ。まあ見てください。そう、9月の第3金曜日かな。第3金曜日、うん、なんだっけ、第3金第3 13の金曜日じゃねえ。あ、13の金曜日か、うん、思んな。今日ちょっと言わせただろ、俺に。誘導しただろ。はい、っていう感じでね、9月の金曜日、第3金曜日、楽しみにしておいてください。まあ値段のリークは個人的には5万2800円あたり、まあまあ高い。あ、ないんだ。なんかリークなかった。そう、リークはなかったですね、今のところは。マイクロ LED ディスプレイ等のまあモデルチェンジが、うん、まあそのディスプレイとかじゃないかなっていう。現在のアップルウォッチのシリーズ6の値段が4万2800円。ああ、でもまあ結構するんだね、意外に。高いんだよな、普通に。まあ多く見積もっても1万とか。うん。まあ今回はアップルウォッチ7についてだったんですけど、
まあね、そうですね、個人的に一番最初のが欲しいっていうことだけと、あとマイクロ LED が、まあ、一番興味持ったかな。とあれだろ、角張ってればいいんだろ。角張って、うん、あんまりアップルウォッチに求めてないです、正直。でも欲しいの。欲しい。なんだよ。あ、求めてないからこそちょっと気になるみたい。あ、逆にずっと持ってない3から、うん、って思ずっとも思ってるんだけど、別に使わなくても不自由ないしいいかなっていう。逆だよ、全く持っていらない人間が使うとめっちゃ必要になるよ。そうなの、俺知らなかったもん最初。そうだよね、うん、もらってめっちゃ必需品って感じてるもん。まあそんな感じで自分も買ったらどうなのかっていうのを求めすぎちゃうとダメかもしれない ね。ということで皆さんどうでした、今回。欲しいって思ったら高評価、いらないと思ったらやめろやめろ、バットシカオさん。まあということで、このチャンネルではこのようなこともまあなんかそうですね、ちょっと真面目なようなふざけてるような感じでやってるんで、ふざけてるんだろ。ぜひぜひチャンネル登録高評価もお願いします。ということで次回もレッツライド。いいっすか。いいよ、ギャガバタースタート。よし、 OK、 いい、うん、